役目は見届けよ、機長。みんな立ち向かいましょう。別動隊にて浅井を吸収なさい。姫様、ではその2、俺にお任せください。逃がさないわよ。そこに敵の方位を崩し、吉影の目を引きつけよ。さあ行って。金ヶ崎城の守りはこの秀吉にお任せを。捕らえた将が逃げねえよう見張っときます。この窮地、兵が減れば総崩れになりかねん。味方が敗走せぬよう気を配っておけ。受けてみなさい。運命は覆せるとあなたが教えてくれた。だから今回だってきっと。浅井と朝倉の連携を断つには、やっぱり巨峰のルフかな。みんなお願い。ため、何やら怪しい動きを。そこに敵将舞い落ちた。ここは引こうか、あるまい。この技俺にも教えてくれよ。止まれ、ここを通りたく鬼柴田を倒していくことだ。長政様のために倒すわけにはいかないの。勝家殿、お市殿、すまない、先へ進ませてもらうぞ。であるか。この劣勢も我らならば覆せよう。みんなこの信長の分を信じよう。あの人のために何かしないと。伝令のみんなが倒されないよう守ってあげないと。織田はあくまで我らを攻め立てんと。やはり戦意は失っていないようですね。陽動はなったか。引き続き朝倉を攻めるぞ。もののふとして一層励みなされ。侮らない。進軍いたす。さあ行って。逃がさない。お手合わせ願おうか。
になりなさい。聞かせていただこう。その技、俺にも教えてくれよ。それまで。天霊、浅井は織田の説得に応じ朝倉を攻めんとしている模様。な、何？であるか。浅井がそのつもりならば我らも織田につくしかあるまい。案の定、朝倉は動揺しているようだな。逃がさない。相手ではなかったか。いつも選ぼってるだけあんでねえか。聞かせていただこう。ここは引こうかあるまい。いざ参ろうぞ。さあ行って。そこに侮らないで。楽になりなさい。耐えきれん。聞かせてもらう。その技、俺にも教えてくれよ。助け立ち感謝いたします。倒します。覚悟して。俺に会ったのが運の尽きだ。三笠様、ごめんなさい。朝倉に光秀の動きを蹴取られてしまいそう。私が敵の目を引きつけておくしかないわね。あの機長が自ら戦況を変えんと動くか。俺も機長に習わねばな。くそ、ここは引くしかないか。頃合いか。別動隊の準備を整えておかねばな。逃がさない。言ったか。光秀が戻るまで耐え抜いてみせよう。我ら織田に一矢報いん。とは、捕らえてた将が暴れ出したか。そう、逃げられたら面倒なことになるぞ。秀吉が手こずっているみたい。助けてあげた方がいいかしら。お前ら、おとなしくお縄につけってんだ。なんとかなったか。そんじゃこっから名誉挽回しねえとな。頼もしきご活躍。そ
耐えきれん。引かせてもらう。蝶の一面、侮らないで。そこに。かかってこい。受けてみなさい。おしかげ様に加勢するぞ。信長を狙え。光秀、もう少しで来るはずよ。みんなもそれまで希望を捨てないで。その技、俺にも教えてくれよ。そこに。うまくいったようね。織田はなお抗いますか。このままでは。お待たせしました。これより我ら別動隊は後輩より浅井を攻め立てます。光秀、なんでお前がそこに。くそ、奴らの策にまんまとはめられたか。光秀、これで強撃がなる。間違いなく戦況が変わるわ。山里のお救いせねば。出ます。門を開けてください。開門。そこに。ついに姿を見せたな、吉影。この金ヶ崎で討ち取ってくれるわ。これも安寧のため、お覚悟。侮らないで。抗わない。これで終わり。楽になりなさい。耐えきれん。引かせてもらう。いやはや、さすがでございますな。逃がさないわよ。ふい。慣れず申し訳ありません。朝倉義景は引いたぞ。残る浅井を撃て。開門。朝倉は撤退したのか。ならもう一度俺たちが出ないとな。浅井の将を打ち倒し、敵本陣へ攻め入るぞ。阻む者に容赦はいらぬ。打ち倒せ。開門。逃がさないわよ。
勝利のため、希望を守るため、私は私にできることをするわ。逃がさないわ。受けてみなさい。舞い落ちた。叶う相手ではなかったか。無双の境地、私もたどり着いたわ。定めだからと、もう目は伏せないわ。未来をこの手で掴んでみせる。貴重。もう昔のお前ではないのだな。その技、俺にも教えてくれよ。様は必ずやお守りいたす。開門。おい、年家さんに敵が向かってくぞ。助けねえとまずいかもな。侮らないで。長政様は私が助けてみせる。受けてみなさい。開門。これ式の腕じゃ槍の股座はやれねえぜ。いつも選ぶってるだけあんじゃねえか。
侮らないで。楽になりなさい。悔しいが、ここまでか。ご活躍、心強い限りです。そこに。舞い落ちた。耐えきれん。引かせてもらう。叶う相手ではなかったか。受けてみなさい。ございますな。蝶の一念、侮らない。さあ、行って。受けてみなさい。
俺があんたを絶対に討ち取ってやる。開門。その技、俺にも教えてくれよ。蝶の一念、侮らないで。お前の心意気、見せてみろ。力を。覆せようとはな。どういうことだ。撤退する信長を撃つはずが、下がってるのは浅井じゃねえか。開門。最下手、なぜ彼らがこの地に。嫌な胸騒ぎがする。この地に留まっても意味ねえな。信長は次の機会にかけるとするか。彼らを逃がせばいつ何をされるかわからないわ。受けてみなす。待ちなさい。勝利条件変更。敗北条件変更。あなたの力、私に貸してちょうだい。さあ行って、共に孫一を倒しましょう。さあ行って。あんたなんでわざわざ俺を追ってきた。さあ行って。放っておけばここで死なずに済んだのにな。あなたは遠からず私から希望を奪う。そんな胸騒ぎがしたのよ。わざわざ追ってくるとはな。ちょうどいい。なら今ここで信長を討ち取ってやるよ。やられてたまるか。うちに会うとはな。織田の力を少し舐めていたようだ。どんな定めも抗えるものなので、教えてくれてありがとう。いや、礼を言うのは俺の方だ。助けられたな、機長。